えっとでは、あの若者の脳と社会的な特徴を、えー、説明、まあ理解し。セルフケアを実践するという、えー、テーマでお話ししようと思います。えー、精神科ユーチューバーの増田です。よろしくお願いします。えー、っと、今日のテーマなんですけれども、あの二つありまして、えー。前半がですね、若者の脳とですね、社会的な特徴を理解し。えー、で、後半でですね、あのセル,フセルフケアの方法を。 実践するというテーマであのセルフケアのやり方を説明しようかなと思いますでですねあの若者の脳と社会的な特徴っていう書き方してますけどあの精神科っていうのはですねあの生物学的な側面ですね人間の生物的な側面動物的な側面と、えー、人間のですね社会文化的な側面、えー、両方が迫っていくんですよ。だからあの普段はですね皆さん あんまり自分のこと動物だと思って考えたことないと思うんですよね。 当たり前っちゃ当たり前ですけどでも僕らはですね医学部ですしドクターなので人間のことを動物の一種とあつ考えて、えー、なんていうのかな相手の心を理解しようとするんですねもちろんあの、ね、それだけだと人間のことを動物だと思ってると思うとなんかちょっと変なので、まあ、社会的な背景も、えー、理解しつつでも同時にですね、えー、ちょっとですねあのクールに見てるって科学者の目線で人間のことを捉えてるっていうのがあります。 でえー、若者の脳ってどういうもの,かな,ものなのかっていうとです、ね、あの基本的には、えー、10代からです、ね、第,二第二次思春期第二次成長期と言われるものが始まるんですよだから脳ががっと大きくなってプラスです、ね、こう性ホルモンの変化が受けるんですだからあの女性の方だと、ね、あのちょっと、ね、乳房が大きくなるとかです、ね、体の変化も起きますよね。 えー、だからあの、性ホルモンが活発化していくんですよ。で、えー、10代の、まあ、半ば10代の始まりぐらいからですねガーッと性変化していくんですけれども、えー、20代のです、ね、半ばぐらいまでこういう大きなホルモンの変化が起きているんだということが、えー、最近分かってきているんですね。だからあのここでも書いてるんですけど 10, から25歳10歳から25歳ぐらいまではです、ね、結構あの、ホルモンの影響を受けてです、ね、荒れます。 だから人間っていうのは荒れるんですよ <laughs> あの当たり前なんですけど自分たちの子供の時とかですね親御さんとかこれを見てる親御さんとかは思い出してもらったらいいなと思うんですけど十代って荒れてましたよねで二十代もですね半ばぐらいまでは結構荒れてたと思います、えー、ちょっと思い出してほしいんですねでプラスですね今の子って より荒れやすいんですよ。それなぜかっていうと、あのモラトリアムっていうものが延長してるんですね。モラトリアムって何かっていうと、えー、子供からですね大人に出るまでの間のことをモラトリアムって言って、なんか大学生とかのことをですね昔はモラトリアムって言ったんですね。 だからなんからこう、えー、体は大きいし、えー、一人前なのになかこう社会に対して積極的に参加できないとかなんか子供じみたことをしているとか、えー、勉強も仕事もしないやつらみたいな形のことをモラトリアムと呼ばれたりしてでもこれで結構重要な時間で恋愛をしたり友達と遊んだりとかそういう。 目には見えないもの数字にはできないものを学ぶ時期でもあるんですねそういうのをモラトリアムと言ったりしますその時期にまあ、知らないうちにね社会常識を覚えたりするんですねで、これが結構伸びてるんですよだから昔の若者はもっと早い段階で大人になれたんですけれども今って若者が覚えなきゃいけないことって多いんですね で、えー、大学生を卒業してもですねまだちょっと幼い感じがあるんじゃないかなと親御さん世代思うと思うんですそれが普通なんですよそれはうちの子だけじゃなくてみんなそうでやっぱりね20代の半ばぐらい後半ぐらいに行かないとですねなかなかその大人っぽさっていうのは出てこなくなってるなと思いますそれはなぜかっていうと脳の問題もあれば、えー、社会的な問題ですねあの社会が複雑になってより、えー、一人前になるのが難しくなっているからです。 はい、で、えー、っと感情の起伏が激しくなるんですねあの10代から20代半ばはだからあの感情のコントロールがなかなか自分じゃできないんですよこれはあの甘えてるとかじゃなくてそういうものなんですよね脳のとしてそういうものだということですでそれが激しいとですね病気としてどういうものがあるかっていうと境界性パーソナリティ障害とか呼ばれちゃうものになります あとは反抗的なな態度ととととかかかでですすねね新しいももののげたこととか危険なものを好むんです、ね、だから若者ってこのドパミンっていうんですけれども、まあ、ドーパミンって言ってもいいんですけどこういうことが出ることが結構好きみたいですねだから新しいものとか刺激がすごい気持ちよく感じるみたいです。これは 子供この年代だからこそ感じやすいものでもあるのでこれはちょっと理解していく必要がありますねだから甘えてるとか何かねふざけたことをしてるのはある意味その脳の影響なんですよあとは、えー、体が性的な変化が起きますよとかですね、えー、他人の目が急に気になるようになるんですね。 だからそれまでは子供の時ってまだよく分かってないんですよね他の子供たちのこととか友達のこととかもだけど頭が大きくなってきて賢くなるんですよ賢くなったら急にですねあいつ仲良くしてるけど本当はどう考えてるんだろうってことを考えるようになるんですねあれこいつ笑ってるけど実は気を使って笑ってんじゃないかとかあこいつ仲良くしてるけど裏では本当は俺のこと嫌ってんじゃないかとこういうふうに考えられるようになっちゃうんですね だから今まではそこまで考える脳がなかったんですよある意味だけど考えれるようになってしまったその結果すごい不安になるそして新しく手にした能力なのでもう混乱しちゃうそれがまあ子どもたちの特徴ですで。競争意識も芽生えますね でそういう性的な変化とか他人の目が気になるとか競争意識とかこういうものが複雑に、えー、絡み合ってです、ね、相互作用を生んでよりです、ね、他人の目が気になったりより競争意識が芽生えちゃうというのがありますで、えー、重要なことはです、ね、あの自殺のリスクですね。 自殺のリスクが高いといととうことですだから混乱してるのでとても自殺のリスクが高いですだからあのきちんと保護してあげるとかですねケアしてあげないといけないんですねで重大で精神疾患の発症はとても多いですとでなのでこういう混乱する時期だからですね若者っていうのは孤独とか引きこもりになりやすいんですよ。 なので今回ですねセルフケアの方法として、まあ、心身のバランスとかですね良い人間関係というのは大事なんだよとかですね脳とか群れの特性を理解するというのは大事なんだよとかですねあとはこう客観的に見る方法ですね僕最近主観2.0と自分で勝手に言ってるんですけど、まあ、その方法をお伝えしようと思います、まあ、これが基本的に今日話す内容のすべてですあとは細かく見ていきますねはいえー、っとですねで若者と の脳と社会的な特徴を理解するということですけれども。 あの多くの大人はです、ね、若者を理解してません、えー、だから「近頃の若者は」っていう言葉ですね「最近の若者はおかしい」とか「えー、なんか真面目にやらない」っていうのはこれ普遍的な事実であの直接、ね、見たことはないですけどエジプトの,、ね、あの壁画にも書いてるそうです。でこれはやっぱりですねだから何て言うのかな 世代変化とか価値観の変化が起きているってことに対してですね僕らはあんまり理解できないようにできてるようです脳的にねだから年を取るとですね自分が若い子のことを忘れちゃってなんかあの近頃の若者はみたいなことをついつい言っちゃうということですでもですね人間っていうのはあの当たり前ですけど年を取っていきますし年、えー、を取るとですねあの老人になるっていうことはもう、えー、事実なわけですねででもその事実がですねななかなかこう なんか理解してないんですね。あの理解し、なんか頭でわかってるけど、肌感覚で理解してる人は少ないと思います。これが時間的展望能力の低さと呼ばれるものですね。はい。で、あの S. N. S. 時代に突入してですね。あの。世の中はニューロダイバーシティという動きがですね。今。 あの注目されていますこれは何かっていうというものです例えば LGBTQ の問題でもあり精神疾患の問題もそうですし発達障害の問題もそうですね人それぞれ違うよっていうことをですね SNS の登場によってよりですね可視化されたんですねそれで、えー、より理解していく必要があるってことがみんなで分かってきてそれが運動に社会的な運動にな,なりつつあります。 で先ほども言った通りモラトリアムが延長されていて社会は複雑化されています。であのこういうことを言うとですねあのじゃあ若者はどれぐらい頑張ればいいんですかとかよく聞かれるんですね私たちが苦しいのは分かったんだけどじゃあどれだけ頑張ればいいんでしょうかとかどれだけ自分にむちを打って勉強した方がいいんでしょうかとか社会の勉強した方がいいんでしょうかとかよく聞かれます。 あとは、勉強した方がいいんですか、それとも遊んだ方がいいんですか、というのも聞かれるんですね。だから、遊んだりとか、ユーチューバーみたいに、自分の好きなことを追求した方が。 結果的に将来稼げるんじゃないですかとか営業能力だコミュ力が上がるからいいんじゃないですかとかよく聞かれるんですねこれはえ若者から実際聞かれるんですけどもこれはねあの答えようがないんですねわからないんです僕もえどれぐらいストレスがひかけていいのかっていうのは人それぞれ違いますしえ相対的なもんなので競争の中で決まるので他の若者に比べてほどほどに頑張ればいいっていうのが分かってますね で勉強も同じで勉強と遊びどっちが大事かっていうと何、えー、て言うのかね他の人よりと同じぐらい勉強して他の人と同じぐらい遊ばなきゃいけないっていうねあの横を見ながらやらなきゃいけないんですよ。ちょっと難しい複雑なんで,す、ねえーでえー、またさっきの話ですねあの 若者の脳と社会的な特徴を理解するという2番目でえー、さっき言ったことと一緒ですえー。脳の変化とか拡大とか性ホルモンの影響を、えー、受けるようになるんですよ。ということですね。で、この何だっけ？スライドのですね。この真ん中の方を見てもらったらわかると思うんですけど。 あの赤ん坊から幼児、えー、少年そして若者になって成年になって中年になって老人になっていくだからこ,こ,のこの絵にもわかるとおりですねだからそういう活発な少年と、ね、たくましい成年の間にあるのが若者であって若者が落ち込んでるとかです、ね、不安になりやすいというのはあの生物学的な当たり前のことなんですよ。 だから、あのー、他の年代の人たちはですねそれを理解して、まあえー、付き合ってあげる必要があるよということですね。で孤独とかです、ね、引きこもりになっちゃってるのは人口の2%ぐらいいるというふうに言われてるので決して珍しくないよということです。はいえ あとですね、あの最近の変化ですね、あの精神医学的な変化、精神医学の中でで発見されたことをこのここ10年でもう一般的になったことのお話をしようと思います。えー、それはですね、あの発達障害ですね、発達障害の、えー、理解。 がが、まあ、登場といいううふうに書いてまます発達障害の理解が進みました、ね、2000年2000何年かな2か4忘れちゃいましたけどちょっとあの2はですね発達障害支援法とか出てきてですねあの学校教育の中にもですねどん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 その発達障害の知識がとかですね教育実践が広がってきていると思います。 えー、なので、本、え、当、ー、ここ最近の話なんですね。で、僕が子供の時はですね、あの CD とかで音楽を聴いてたんですよ。で、あのこれを見てるですね、若い若者の皆さんはですね、スマホで音楽を聴くのが当たり前になっていると思うんですけど、世の中ってすごい変化してるんですね。ここを意識しながら考えてもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、発達障害って何かっていうと ASD と ADHD と。 LD 学習障害のことを指しますで、えー、まあ有名な ASD と ADHD の話だけしようかなと思うんですけど ASD っていうのが自閉スペクトラム症と呼ばれるもので、えー、こだわりが強かったりですね感覚過敏だったりですねあの音とか匂いが苦手だったり、ね、チクチクする生ーが苦手だったりあとはコミュニケーションが苦手とか呼ばれるものですね。 人の気持ちを察するとか空気を読むのが苦手なタイプですで ADHD と呼ばれるものがですね、えー、不注意とか衝動性とか多動がある人ですね忘れ物が多かったり片付けが苦手だったり、えー、パッとパッと動いちゃったり衝動買いしちゃったりすると、えー、そういう能力のでこぼこがある人たちを ADHD と言いますで ASD と ADHD っていうのは別の病気なんですけれども別の病気として区分されてるんですけれども実際臨床現場ではですね ASD と ADHD ととといいうのは両方合併していることがほとんどですね ASD と ADHD の特徴が奇妙に混在しつつ ASD 優位の人もいれば ADHD が優位の人もいたりするので、えー、結構分かりにくいんですけれども、えー、そういう特徴があります。であともうちょっと言うとですね、えー、家族に発達障害がいてその人たちと付き合っていく中でうつになっちゃうパターン。 もあるんですねそれをカサンドラ症候群と言いますだから旦那さんが発達障害とかで、えー、奥さんが、えー、理解してくれない、えー、私の気持ちわかってくれないということでだんだん鬱になっちゃうことをカサンドラ症候群と言ったりしますまあ、えー、そういうとですねじゃああのね旦那側だけが悪いのかって言われそうですけれども別にあの奥様が、えー、発達障害で旦那さんが苦労されているとか、えー 奥様とかご両親のどちらかがです、ね、発達障害で子供がうつ、えー、になっているとか、まあ、いろんなパターンがありますただカサンドラ症候群という言葉の定義としてです、ね、基本的には奥様ということになってしまうんですが、えー、こういうです、ね、家族の,その発達障害に振り回されたりとかです、ね、発達障害の知識がないがゆえにうつになっちゃうというパターンも結構臨床では多く見ますね。はい、えー そうですね。で、これが右の図ですね。だから、定型の人、いわゆる発達障害じゃない人っていう人とですね。発達障害グレーの人たちがいてですね。発達障害は,はですね。グレーも含めると7から10%ぐらいいるんですよね。だから結構いるんですよ。で、結構いて多くのパターンはですね。その 理解されなくて普通の人たちが理解されなくて発達障害の人がうつになっちゃうとうパターンが多いんですけれども逆にです、ね、発達障害の人の中で攻撃的な人とかが、ね、を貫ける人が敵あの普通の人定型の人をです、ね、攻撃してカサンドラ症候群を生むというパターンもありますね。 で強みを生かせてるケースっていうのもあって発達障害の人に周囲の人がサポートすることによって、えー、いわゆる天才と呼ばれる人たちが出てるっていうのも事実であります。まあ、これが何て言うのかね人間を群れとして見た時の一つの概略図ですね。これも言おうと思って 子どもの虐待の話もここで触れた方がいいなと思います。で親がです、ね、発達障害的な形で子どもにちょっとです、ね、ネグレクトないし虐待をしてしまうパターンというのもゼロじゃないんですね。で えー、こう親がです、ねまあ、発達障害がゆえに想像力とかコミ,ュコミュニケーション能力が低くて子ども側がです、ね、心配してくれないとかです、ねえー、何か教育とか教えてくれないしつけてくれないとかです、ね、親から嘘をつかれるとかです、ね、そういうふうに思って鬱っぽくなっちゃうで場合によってはです、ね、性的な虐待のようなことが起きたりします。で性的な虐待っていっても本当の逆性的な、ね、ボディボディタッチの多いものもあればです、ねえー、お父さんからです、ね、空気を読まずに「お前ブラジャーつけたのか」 とかブラジャー買ったのかみたいな話をされることもあったりしますあとはこだわりですね、えー、発達障害の人はこだわりが強いのでお金やか時間管理に厳しすぎる親っていうのが時々いますでその場合はですね、えー、子どもが過度に管理されちゃうんですねで過干渉になったりですね教育的虐待とかです、ねえー、子どもの私物化と呼ばれるようなことも起きちゃったりしますあとは自己中心的で、えー、行動的だったり反社会的だったりする人もいるので、えー、お母さん側からですね 私も困らせないでとかですねえいうことを言われちゃったりしてですねなんで私を困らせるのはあんたはとか言って怒られちゃうパターンもあったりしますね。でえ不注意とかですね衝動性とか多動性があるので家が片付けられないとかですねえ振り回されて突然怒られちゃうみたいなことがあります。でこれがですね子どもたちが理解してくれないんですねだから親,と親がうちの親こんなんで困ってるんだっていうことをですね学校の先生とか他の人に言ってもね 分かってくれないんですよいやそんなことないでしょうとか成りちゃんが気にすぎなんじゃないのとか言われてでうちの親がおかしいってことを考えたこともないので大体何か自分が悪いのかなと思って落ち込んでってうつになっちゃう大人になってからあれは何だったんだろうとかで親子問題をこっちらせちゃうってことは珍しくないですね。 はい、一応前半のまとめに行きます。で、えー、こういうことですね脳の変化とか拡大性ホルモンの影響によって若者っていうのは、えー、変わった存在なんだよということですね特殊なんですよね。で親の逆影響とか虐待などを受けるので、えー、自尊心が低下しているパターンっていうのもあります。でえー、孤独や引ききこもりみたいいな問題が起きていて そして、えー、スマホ依存ですね最近だとスマホ依存みたいなことに、えー、なっちゃうこともありますよということですであともう詰め込んでしゃべっちゃいますけど早口で,でスマホはです、ね、依存されているように作られています、えー、行為依存と呼ばれるんですけれども、えー、例えばパチンコとかのギャンブルとかと一緒ですねあのスマホは依存させるようにできています、えー、で プラスですね、誹謗中傷とか性的な暴力などのリスクとかですね、フェイクニュースとかもあったりするのであの結構危険なんですね。でそれに、えー、若者というのはですね、依存させられているパターンがあるよということです。これらを、まあ、知ってもらいたいなと思ってですね、前半のまとめとさせていただきます。